ません、先ほど来るからどうもどうもです、ありがとうございます、でも訪問できてよかったです、よろしくお願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いします、当農協は昨年の2月1日に道内初となる振興局 1JA として合併してから1年3ヶ月経過したところでありますけれども、この度留萌管内8市町村と包括連携協定を締結いたしまして、地元業者または学校振興局などと一丸となって JA 留萌ふるさと共創事業を展開することになったところでございます。北海道民ももちろんのこと、首都圏をターゲットとしまして、先ほども言いました管内 1JA である有利性をですねしっかり発揮をしていきたいと、そのためには管内8行政 の行政観光また他の産業としっかり連携を図りながらですね、JA 留萌がしっかりそこを引っ張っていきたいなと。広域で新しいスタートをこの厳しい局面の中でも足を踏み出したこの皆さんもやっぱりしっかりこの振興局もそうですし、私ももちろんそうですし、この応援をしていかなきゃいけないと思います。また3、2、1